はい、作業場に着いたところでね、マルさんから現金を要求されております。金額は3000円という大金をね、今要求されております。たかりです。1枚、2枚、3枚。このね、おはようございます。にわひでチャンネルのひでです。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日も相変わらず暑いです。朝からね、気温がガーンと上がっております。にわひで地方、実際にはね、まだ梅雨明けはしておりません。それでこの暑さでございます。本日は集合住宅の方でですね、エントランス周辺の常緑樹、こちらの方をね、剪定していきたいと思います。過去にね、まあ、2回ぐらい同じ作業のね、動画を上げております。ネタがね、あまりございませんので、今回も、そちらね、動画の方上げさせていただきたいと思います。樹種はですね、島トネリコなどを中心に、あと花種類が何本かあるといったような状況でございます。暑いですね。頑張ります。それではね、作業場の方へね、向かって出発したいと思います。動画の方スタート。今日も頑張るぞ。はい、作業場に着いたところでね、マルさんから現金を要求されております。金額は3000円という大金をね、今要求されております。たかりです。1枚、2枚、3枚。このね、3000円で、欲しい洋服を買うということで、ボーナスです。マルさんにボーナス。ありがとうございます。その代わり、お盆まで休みがないんです。明日休むと3000円安いもんでしょ。ありがとうございます。はい、この3000円でお盆まで頑張ってもらいたいと思います。どんだけ無駄してよ。あ、今日も頑張りましょう。スタート。もう払ったよ。払った。お支払い完了と。マルさんにはね、樫の剪定をお願いしてます。ちょっとね、ウロが入った樫です。気をつけてお願いしたいと思います。うん、白樫ね、こういう状態ですけど、頑張って枝葉出してます。先ほど3000円お支払いしましたので、その分丸さんにも頑張ってもらいたいと思います。3000円はお盆までではなく、今日1日限りの有効だそうです。契約条件が変わりました。よくありますね、夫婦間での一方的な契約。ゼロが増えると3万円になりますので、それはちょっと厳しいです。よろしくお願いします。花咲いてるね。
まあこう見てね、ここからこう枝が来て、こうこうこう出てますね。なるべくこう外へ向いてる枝をね残して切ってあげると柔らかくなると思います。まあ、ほとんどねカモフラージュのようなね切り方になってると思いますけど、まあ、こういう切り方でやってます。これもこうして、まあ、本当はね枝みんなこっちとかねこっちの方へ出てればいいんですけど、明らかに内側へ入ってますんで、これはもう元から切ります。これもこう来てこっちへ行ってる枝とこっちへ行ってる枝、戻ってる枝を切っておきます。これ今植栽地清掃してるんですけれども、この細かいの全部シマトメリコ微小で出たものですね。すごいな。これ本当にね1年ぐらい放っておいたら商売できますね。苗木の販売ができるぐらいです。どうしましょうちょっと内緒にしてね育ててみたいと思います。内緒です。岩秀ファーム補助です。丸さんの方ねだいぶ透けました。ただね周りがね鬱蒼としてるんでね、ちょっとやった感ないんですけど、いずれこちらね手前のシマトネリコも剪定しますので、そうすると後ろのね丸さん剪定したやつもあらわになると思われます。現在ね結構切りましたね。丸さんが切った剪定枝葉です。こちらの方今ね片付けに入ってますね。あ結構切りましたね。丸さん頑張りましたね。3000円の効果ありますね。あ今日は充電式剪定わさみウィーウィー君持参してますね。蚊取り線香もあるんです。あそうなんですよ。昨日ですね、蚊取り線香がなくなりかかってるのでね補充しました。補充したまま家に忘れてくるという失態を犯しております。マルさんお尻蚊に刺されたそうで不満たらたらです。ただ今日はね前回のような失態ではないので、下僕の刑には服役いたしません。執行猶予がついただけであります。3000円で帳消しです。頑張ります。結局罰金刑かい。かなりね今枝の方は詰めています。まあ、こういう感じでね今玉を作っているんですけど、この辺はね明らかに徒長してますね。そうするともうこの辺の枝がいらなくなってきます。やっぱりね1年に1回の剪定だとどうしても成長が早いんでね大きく伸びてしまいますんで、大きく切るのも必要です。ずいぶん切りましたね。今これくらい切りました。これくらい、ああこの辺のね輪郭が一発切っただけで出来上がりました。内側へね出てる枝が残ってれば最高なんですけれども、ああこれ小さいのあったね、残しましょうか。そうするとこれはこれからこちらへ向かって伸びます。これがねこっちへ向かって伸びてるとこの枝と干渉してねお互いこうくっついちゃうんですよね。ですのでなるべく外芽を残してね外へ伸びるように
してあげるとバランスが取れると思います。こんな感じで下に向かって進んでいきます。まあこれなんかもね、詰めろって言われればもうここでこれを残して詰めるか、これを残して詰めるか、これを残して詰めるか、まあこの辺が無難じゃないですかね。ここで切って、下の枝もこの辺の芽を残して切ると、これでねだいぶちっちゃくねすっきりなったと思います。で下枝は特に歩行者のね人、あとまあ自転車やバイクなんかも通りますんで、強めに切ってあげてもいいと思います。まあ、これこう来てこっち側へね、見えるかな、こう来てこっち側へ出てますんで、これはもう半分返ってるに等しいんで元から落とします。そうすると外へ向いてる枝だけが残ってね、柔らかく仕上がっています。追い込みました。岩秀号もゴミ満載でございます。
お疲れ様でした。今ですね、自宅の方へ帰ってまいりました。本日はいつもね、お世話になっている集合住宅の方で常緑樹の剪定、シマトネリコや、シラカシ、アラカシの方を剪定してまいりました。やはりですね、気温が高くてですね、午後は西日、直射日光ガンガン当たりまして、気温もガーンとね、上がりました。途中からね、ちょっとペースダウンするような場面もあったんですけれども、丸さんとね、協力してなんとか作業の方を終えることができました。またですね、今日作業した場所は集合住宅のエントランスになっております。居住者のね、方や配達の方、その他もろもろ関係者の方がそこから出入りするということでね、かなり注目もされるような場所でございました。このね、暑さですので、せめて、そこに植わっている樹木だけでも涼しげな雰囲気が出せたらなと思って今日は作業しました。なんとなくそんな感じにね、仕上がったのではないかと思います。本日はこの辺りで失礼したいと思います。このチャンネルでは51歳で独立開業したおっさん、庭師夫婦の日常を作業風景を中心にゆるい感じでお届けしております。もしですね、この動画をご覧になった方で面白かったなとか役に立ったなとか、このね、おっさんの波長になんだか妙に合ってしまったなと自覚をお持ちの方、迷うことなくチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、コメントやグッドボタン、こちらの方も大変励みになっております。そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。この後ですね、おっさんは丸さんによりバリカンで頭をね、丸められると思います。現状こんな感じなんですけれども、おそらく3ミリぐらいのね、長さになると思います。夏です。